どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、久しぶりにですねドラグニティを引っ張り出してきましたんで、ちょっとやっていこうかなと思うんですが、ドラグニティデッキ、紙の方でも組んでたことあるんで結構好きなデッキではあるんですけど、新パックによって登場したこれね、ブラックフェザー精鋭のゼピロス、これねもうドラグニティカードなんですよ。もうほとんどほとんどドラグニティカードなんですよね。ゼピロスがなんで強いかっていうと、墓地から表側表示のカードをバウンスすることによって出てこれるじゃないですか。これがですね、そのガジャ力とすげえ相性が良くて、この、ドラグニティといえばこのムーブっていうのがあるんですよ。ドラグニティナイトガジャルグをシンクロ召喚しますと、普通にねこのファランクスとかドゥクスを使ってシンクロ召喚するんですよ。でした後にガジャルグ出して、で、ガジャルグの効果で、デッキから鳥獣族かドラゴン族を持ってくる、要はゼピロス持ってきて、で、持ってきたゼピロスをそのまま捨てると、で深層効果発動して、で深層の効果でファランクスをデッキから装備し、でファランクス装備解除で特殊召喚で、ファランクス、真相を戻して、真相を戻し、ゼピロスと特殊召喚し、さらに、こいつが鳥獣なんで、ファランクスとゼピロスで真相召喚と。だから、ドラグニティモンスターが2体並んだりとか、6シークロが要は2回できるんですよ。これがね、割と有名なコンボというかね、がありましてですね、今回はこのドラグニティムーブをかっこよく、決めていければいいかなと思って、ドラグニティデッキを久しぶりに引っ張り出してきたと。そんな感じです。でですね、ドラグニティデッキ、やっぱね、その紙でいうところのそのパワーカードがまだ全然なくて、クーゼとかセナートってやつがいるんですけど、そいつがまだ全然ないんでね、ちょっとねやっぱ安定感がないんですけど、ある程度動けるように調和の方殺ムーブしようかなと。要はそのチューナーを、ドラゴン族チューナーを捨てる2ドローっていうね、で要はファランクスを墓地送ることによってデュクスで釣ったりとかっていう動きができるんで、この辺しかないかな。本当はデッキから装備、デッキからそのドラグニティ装備するっていうやべえやつがいるんですけど、そいつとかいないから、このムーブがデュエルレンジで一番安定するのかなと思います。であとは、防御札、狡猾、ブラックフェザー、相手ブラックフェザーとか多いんでね、狡猾とかが一番いいかなって感じですね今ね。で、バック除去よりは相手使わせた後にチェーンして禁じられた清掃を打てばいいかなと思って清掃を入れてます一応。打点補助もなるしね、ドラグニティっていうのはね若干ちょっと打点になあれみたいなモンスターも多いんで、これで相手のモンスターの打点下げたり底なし落とし穴とかを回避したりとかいう動きができればいいかなと思って入れてます。はい、ということで、いただきに立つものにしてるんですけど、スキルはこれにすると、一応そのゼプロスのコスト稼げるっていうのと、あとバジランダの打点が上がるんで、バジランダでワンキル取りやすくなるっていうのがあるんでね。はい、というわけで、新規ドラグニティ表現界のブリューナクも入ってます。これ結構ね強いんでね、6新規のできるデッキは入れないといけないって思ってますね。はい、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、野生の闇遊戯さん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。まずは調和の放射の効果発動、アキルスを捨てて2ドロー。やばいね先行やることないんだよな、今立ててもよかったかもしんねえな。ドゥクスあたり立ててターンエンドまではあった。これちょっと今ナメプしてる俺、これナメプしてる可能性あるんだ俺。サンクセちょっと怖いよね。狡猾 OK。 ですね、さっきちょっとミリって読むからいきますか。これどうしようかな。ミリでもからいくか。真相同棲スキルってあれでしょ、真相同棲スキルってあれだから、こうして、で真相つけたいな、真相つけたいな。いや、ドラグニティもなんか愛すべき弱さですよねやってて思いますけど、愛すべき弱さしません。なんかそろそろさ、カナディアか、清掃か、清掃打っていきましょうか。清掃打って、このターン魔法トラップカードの効果、魔法トラップじゃねえや、トラップ魔法トラップ、魔法トラップカードの効果受けませんよ、裏向きになりませんで、真相効果でファランクス出しますよ。でファランクス効果使いますよ。
ファランクス効果使って装備解除しますよからのカナディアン、めちゃくちゃめんどくせえ。もうさ、シンクロデッキ相手にカナディアンとかもう犯罪だよね。もうこれもう完全にこれ遊戯王軽犯罪法違反してるよこれ。どうしよう。こうするしかないか。で殴れねえからタイムするしかなくて、で一応戻るからまあそこそこ打点高いから見ると思うわ。よし、オッケー。あとは効果ってごまかそう、効果ってごまかそう。あの山で守備上がるからファランクスの守備1300コズミックサイクロン、くっそめんどいな。まあそれか、あじゃあ効果さんどちらの発動して、裏守備このクソモンスターとこの裏守備モンスター破壊していく。でカナディアが湧いてくる。はい、そこまでそこまでは読んでいました。カナディアでと超えられない。これ何の歴史ですか、今のところ何の歴史か分かりません。スクラップゴブリン、あー魔導将来ね、魔導将来召喚獣。 OK OK ドローカード、高圧 OK。ですね、まずはドラグニティの真相の効果発動。ドラグニティの真相の効果によってで距離ファランクス、アキレスいたもんな。じゃファランクスでいいよ、ファランクス装備、そしてファランクスの装備解除、装備解除、装備解除ですね。ファランクスの装備を解除し自身を魔法トラップゾーンより特殊召喚、そしてレベル4。お、通るな。お、なんかフリーチェアもあるな。なんかしらの。とりあえず先にちょっと、ブレなく行ってきます？ブレますか？新たなるドラゴニティの力見せましょう。レベル2。ドラゴニティ、ファランクス、レベル4。ドラゴニティ、ミネテムにチューニング。封印されし、登竜よ。今、その呪縛を解き放ち。別の雄たけびをあげよう、シンクロ召喚初結界の竜ブリューラク、ブリューラクの効果を発動したいな。ブリューラクの効果、狡猾な落とし穴を捨てて、これは1枚にこのセットカードを使え。なんだそのセットカードは。カナディアいいだろう、カナディアいいだろう。これで終わりだと思ったか。闇遊戯さんよ、俺はドラゴニティドゥクスを攻撃表示で召喚、そしてドゥクスの効果も一応発動。ファランクス、待って、もう発動してしまったんですね。枠足りねえ、おいモンスターゾーン足りねえぞ。あいつはモンスター効果が効かねえ、モンスター効果が効かねえんだったら殴るのみだ。雷号鳴り響く、天空より新緑の翼翻し降臨せよ、聖者より授かりし、その清掃で数多の敵に裁きを下せ、シンクロ召喚降臨せよ、ドラゴニティナイトバジランダ、ドラゴニティナイトバジランダの効果発動。バジランダは墓地のドラゴニティモンスターを自身に装備することができる。さらにドラゴニティナイトバジランダの効果装備解除し倍返しとバトル対戦ありがとうございました。引かないんだったら殴るのみ。さあお相手の方、セラちゃんよろしく、幼女幼女ですね、対戦よろしくお願いします。デュエル3倍幼女系、ゲイボルグ立てといた方がいいかな、ゲイさん立てた方がいいですかね。これちょっと一応やってみますね。これゲイさん立てて突破されると結構カバーきついんだけどね。こうしてで、こうして装備解除して特殊召喚、まあ一応出せはするんだが、ガジャリグとか、まあちょっと制圧力低そうだな。ドラグニティゲイボルグでいきましょうか。一応ゲイボルグ、あの相手ターンでもね、その墓地の鳥獣族を除外すると、その鳥獣族のモンスターの、あの攻撃力分なんか打点が上がるよっていう効果を持ってるんですよ。なので、まあ、先行だったらまあゲイボルグなんですけど、一応立てるとしたらなんかね、先行あんま強くないんだよねドラグニティって霊神か、はいはいはい、あれですよね、エレメントセイバーですね。
召喚獣でしょうか。エレメントセイバーはなんか最近召喚獣のおもちゃとかしてますけどね、割と。まあ、今ちょっと撮影日がまだ17時ぐらいなので、まあ、どうなってるか分かんないですけども、この動画公開されるのがまあいつなのか分かんないんだけども、結構ですね、おもちゃにはなってますね、召喚獣のおもちゃには。このモーレフおじさんが特にそうで、モーレフおじさん出してとりあえずなんか裏向きにしときゃいいでしょみたいな、そういう感じなんで。お、回線弱者ですか。回線弱者ですね。今度なんかそのデュエルリンクスの、で人をイラつかせる方法っていう動画を作ろうと思ってるんですけども、この回線弱者っていうのもなかなか人をイラつかせますよね。まあ、あと他にもいろいろあって、回線弱者とか、あと、まあ、放置臭とか、まあ、いろいろあるんですよね。あとドローフェイズ固まるマン、ドローフェイズ1分使うマンとかね。そうだな、とりあえずミリックに召喚して、で打点同じなんですけどどうしましょうかっていう話になる。で多分モーレフおじさんはさすがにこれ突破しないとやばいから、マイター裏返しにされるともうちょっと面倒くさすぎるから、こいつは突破しておきましょう。一応でモーレフで多分ゲイボルグなんですよ、これゲイボルグなんですよ、これゲイボルグ裏向きにするんですよ。でここでもう強引に突破します、俺は。 OK で強引にダメージステップで清掃を使って相手の打点を800ポイント下げて突破。よし、まあじゃあおじさん突破で、相手はバトルフェイズは行えない。次のターン、この霊神の聖典のねサーチ効果を使うと、相手は次のターンバトルフェイズを行えず、即、メインフェイズターンエンドフェイズなるから、メインエンドってなるから。オッケー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 、いいよ、どんどん送りな、いい感じで送りな、今からてめえん地獄を見せちゃうからな。なんかエレメントセイバー用マスクチェンジみたいなのがなければ魔界って。ここがなんだよこいつ。闇属性になるのね。はいはいはい、オッケー。何をするんだ、何の意味があったんだ今の。何の意味があったんだよ、何の意味があったんだよ。ですね、まあミントこっちはアキュリスですかね。ファランクスアキュリスですね。アキュリスからいきましょうか。アキュリス召喚は、アキュリス召喚何もない。ブリュリマスか、一発ね、一発ブリュリましょうか。フリーチェーンなんでちょっと分かんないんですけど、まあ、とりあえずちょっとブリュリましょう。なんかドラゴニティデッキっつってブリューナクしか出てこないけど。封印されしがどうのこうの、シンクロ召喚、氷結界の竜ブリューナク着地効果を発動したいな。ブリューナクの効果発動、手札を2枚墓地の杭、相手のフィールド上のカードを2枚選択し手札に戻すことができる。巡っていくで打点を下げていく。では反転召喚、ゲイボルグさんの効果ご存知でしょうか。セラちゃん、ふえー、幼女対戦ありがとうございました。セラのレベルをアップできる、つまり幼女育成ゲー遊戯王デュエルリンクス最高。さあお相手の方、クジャクマイ選手よろしくお願いします。デュエルスタンバイ、私のテクを見せてあげる。ちょっと夜の方でお願いしたいですね、できればね。夜のテクを、俺様にお前の夜のテクを、俺のブルーアイズをお前のその美しい狩り場で買ってくれないか。どうだ、ブルーアイズ3枚と交換しようじゃないか、お前のテクニックと。何それでは足りないだと、分かった、ブラッドボルスもつけよう、ブラッドボルスとエネミーコントローラーもつけてやる、それでどうだ。ヤークだ、ついやめろよ、マジの狩り場じゃねえかこれ、マジ狩り場じゃねえか、ブラックフェザーかと思ったわ、ブラックフェザーじゃねえのかよ、ブラックフェザー詐欺じゃねえかこれ。ブラックフェザー詐欺ってやばいな、ブラックフェザー詐欺ってやばくない。なんか普通にさ、狩り場詐欺って今まであったじゃないですか、狩り場だけ発動したから全然狩り場出てこないっていう、ハーピーレディ出てこないっていう、え、そっち、あ、そういうこと、なるほど、そういうことね、はい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 、オッケーオッケー、全然オッケー、見てろよてめえ、見てろよ、
今目に物を見せてるからな。あ、やばい、マスクチェンジだえ、これ死ぬ俺。あ、死亡。あ、シンプルでしょ、強っ。え、遊戯王うまっ、遊戯王うますぎ、遊戯王うまっ。